リカーショップ小倉屋は、東京和世田にある主販店。小倉屋の創業は1678年と伝えられ、第二代当主の時に、高田の馬場の決闘に向かう堀部康兵衛が立ち寄り酒を飲んだことで知られている。また、夏目漱石の聖火が隣で、夏目漱石の随筆、ガラス戸の中の中でも触れられている。2010年の当主は15代目という老舗である。 所在地は東京都新宿区馬場下町さん。講談や小説などで知られている話では、剣豪として知られている。堀部安兵衛は主豪としても知られているが、おじが高田の馬場で決闘をすると知り、またその時間に尋常では間に合わないと知った安兵衛は、助立ちのため八丁堀の住みから高田の馬場まで走りに走った。 血統場まであと少しの馬場下町まで来た時には、さすがに、息が切れ喉が乾いた安兵衛は息をつくために酒屋に立ち寄ります酒をぐっと煽って血統場に向かったとされている。この酒屋が小倉屋である。この話にはレパートリーがいくつもあり、血統で18人を切り倒した後、町奉行所の役人に町奉行所まで同行を求められた安兵衛は役人に対して、さすがに、 喉が渇いたので水を飲ませてくれと頼み、役人が同意すると安兵衛は、小倉屋に入って行き後、ゴーマスで三杯も酒を飲み干した。役人は、水と言っても米の水か。と呆れたという。この時ちまみれの安兵衛の姿に驚いた、小倉屋第二代の当主は十八人も切った剣豪に、対して誉れに重い代金を受け取らずその代わり、安兵衛が使った、酒マスを加工にしたという。 あるいはおじと共に決闘に向かう時に酒を飲んで、勢いをつけるために立ち寄ったとも言う。話によって、司祭は違うものの、安兵衛が高田の馬場の決闘の際に、小倉屋に立ち寄ってゴーマスに並々と注がれた酒を飲み干したものと、講談や歴史小説、映画などで語られている。この時安兵衛が使ったとされる、酒マスは2017年現在も、小倉屋に残されているという。 ただし、酒マスは、非公開であり、見ることはできない。夏目漱石生誕の地の石踏み、新宿区菊井町一番、小倉屋の隣である。夏目漱石の生家は、小倉屋の隣であり、現在は、小倉屋の隣に記念碑がある。夏目漱石はその随筆、ガラス戸の中で、小倉屋のことを書いており、巧妙な、堀部安兵衛のマスは見ることはできなかったが、 小倉屋の娘の長唄を何度も聴いて育ったことなどに触れている。小倉屋では、ホリベイスベイとの絵があるいは地名から、オリジナルブランドの銀城酒、ホリベイヤスベや銀城酒早稲田なつめ早稲田ビールなどを販売している。オリジナルブランドの日本酒は、東村山市の酒蔵の製造である。日本酒、ビール、ウィスキー、スピリッツ、焼酎、ワイン、ブランデー。 リキュールなど、ありがとうございます。